ベタ足で動きが鈍いよっていうこの改善をやろうと思います。じゃあコメントリーからやってみるね。はい、ここでパスもらって、はい、動くこの動き、この人いい感じですよね、うん、今の、はい、ね、いい感じですね、はい、この人重いですよね。でこれが何なのかというと、かかとベタ足でついちゃってる、はい、左足、はい、ね、気になるかかと、ああ、いや、ああ、かかと、あ、かかと浮かせてないとダメ、浮かせてできますか、言われただけ。じゃあちょっと、はい、はい、どうしたの。なんか意外とバランス悪いな。バランス悪いでしょ、はい、言っただけでできたら、まあみんなできるんでしょうよ、はい、まだついてました、ちゃんと。あ、かかと、はい、まだついてます。ほら、もうなんかハイヒール初めて履いた子みたいになってるね。すっげー高いヒール履いた子みたいな。はい、ついてます、ついてますね、まだ。いや、ちょっと俺、それどうだっけ。ついてないですね。ここをできるにしたい。はい。どう？できるようになりたい？あ、はい。足速い子がやっぱいい、得ですよね、うん。やばいでしょ、はい。これをできるようにしたいな。じゃあ、徳丸さんはどう？森田さん、じゃあカメラちょっとチェックしておきます。はい。できてますね。うん、できてます。でもさっきできてなかった。もう、予習しちゃってますからね。まあ今ね、だからこれ何やったかって、撮影前にちょっと話しちゃったんだけど、小見谷さんは撮り手が入ってなかったから、うん、何したかっていうのをやってみたいと思います。で、何したかっていうと、ここで、地面をキュッね、早くここで膝を降りれますか。やりましたね、はい、そう、俗に言うこの運骨座りとかこのヤンキー座りだったんですよ。ちょっと、はい、もう入れながらできますね。力を抜く作業ですよ。おー、うまい。そう、ここをスッと降りる。で、そうすると何が起きるかっていうと、ちょっとこれアップ浮きますよ、浮くよ。徳丸さんのもやってる、そうなる、浮くよ。はい、じゃあここで、はい、3回ぐらいスッと落ちる。ほらほら、いいよ。ああ、あ、でもちょっと浮き始めた。ちょっと浮きましたね。倒れそうじゃねえか。はい、ああ、じゃあ 手を地面につけてみて。で、手ですか、はい、うん。そうそう。そうそうそう。浮きました。ああ、浮きました。はい。ねえ、俺和式トイレの米谷さん想像したくないけどさ、さっきみたいにかかとついた状態だったらどうなっちゃうの。動き出しが遅い。いや違う、和式トイレ。和式トイレ動き出しが遅い。どういう状況。ちょっともう一回やって、和式トイレ。はい。ちょっとじゃあそれで3秒、はい、あ、5秒いって、5秒、5秒、はい、5秒いって。1、2、3、4、5、OK。あ、今回、はい、はい、早く。そう、その勢いでここで、せーの。そう、もう一回せーの。勢いでここで、せーの。はい、じゃあこれでやってみよう。はい。急に動きだけが早い。ちょっと良くなりました、はい、さっきよりも。やってるよね。ああ、やってますね。ほら、ちょっと上手だったよね。はい、和式料理でやるみたいなイメージで。そう、やってやって。いらっしゃいました。おお、えぇ、和式トイレは逃げたよね。いや、一回うんこ触ってから行くはい、でもこれ手ついた方がなんかイメージしやすいんです。あ、手ついた方がいいよね。はい。
かかと浮くの。はい。いや、そんな練習させてないのよ、俺。なんでここで動き出しちゃうのか。もう一回上に上がってくれりゃいいの。はい、そうですね。はい、そう、早く。あ、そう、早く。そうすると俺、かかと浮いてるよね。浮いてます。やってやって。はい。浮くよね。はい。でも分かる？自分で。いや、分かります、分かります。早いよね、めっちゃね。早いです。おお、力抜く。重力に逆らわない。せーの。急降下。せーの。急降下。そう。で、今回やると。はい。おお、でも、確かに速くなってますね。危ない。だからさっき小目谷さん硬かったんで、ここで降りたところで5秒って我慢させたでしょ。まあ尊虚ってやつかな。日のある？ないですね。え、尊虚知らないの？はい。え？はい。これはね、これでもいいんだけど、スッさ、はい。やって。はい。だからね。はい、だからこの尊虚が今できないのが多い。へー、これをやった状態でいくよ。これ膝を抜くって作業なんだけど、これね、ほら抜群じゃない。いや本当に、はい、早いですもんね、やっぱりやるだけで。いや、びっくりするよ、はい、ほら、うわー、滑らか。何これ。いつも米谷さんそこちょっと給付入るんですけど、はい、ワンテンポちょっと止まるっていうか、なんかこんな感じで、そう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 、なんかそろりそろり動く、そうそうなんですよね。はい、やばいじゃん。全然違いますね。はい、徳丸さんやってみようよ。やりづらいね、この後。やりづらい、なんかやりづらい。わあ、でもやっぱ違いますね、うん、最近米谷さんアドバイスまでできるようになってきたんだよ。おー、あの生徒さんとかですか。そう、子供たち。へえー、素晴らしい。もう一回ちょっと先生お願いしますよ。今いいの？いや、結構足が強いですよね。いや、でもうまいよ。うまいです。ね？だからこんな感じでちゃんとやっていくといろいろ変わってくる。かかとをね、上げろ！上がってないねって言うけど、さっき言ったこれでキュッと、ね、前に。今ちょっと俺バランス悪いけど、このままスッとした。ね？これで練習ちょっと何度かやると、いろいろと良くなる。はい、ね、分かったよね。分かりました、はい、それをちゃんと言ってあげてよ。はい、今日やったトレーニングでみんなも動きを早くしよう。なんで早口なんだ。大丈夫。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。